22日月曜日、時刻は8時7分。まあ月曜ね、週明けの多分通勤の時間がこれね、がっつり重なってる感じで、まああれですけど、またね、これから、先週はいつ行ったっけな、あれ、またね、エナの方に向かいます。またちょっと新しいね、物件を、見てきます。まあ、比較的ね、物件がないんだよね、玉数が。だからまあ必然的に見るものはね、そんなになくて限られるんだけど、まあ一軒良さげなのがあったからね、予約して10時に現地で、待ち合わせですね。まあだらだらと19号行きますよ、これ。この時間帯はね、1時間まあちょっと多く見て1時間半ぐらいかかる。なので、まあ、途中どっかでモーニングでも食べれればいいや。もう雨の中走っとんな、疲れたわ俺、思ってますね。まあ、また喋る機会があればお届けします。まあ、本当はね、あの天気がね良ければ、どうだったかな、豊田市、豊田のね、なんか風林寺ってのがあってさ、あの正式なお寺の名前ですとね、象なんとか寺だったかな、風林寺ってのがあってね、まあ、今夏の風物詩というか、まあ、風林をね置いてるとこがあって、まあカメラでね、風鈴のあれを撮ろうかなと思ったんだけど、今日はちょっと雨だからね、さすがに BCM D10 は防水とかね、ああいうのはないんで、まあ、あとね、雨だと傘をささなあかんからさ、傘に当たる雨音が入ってもなんかいばいし、なんで、今日はちょっとやめます。まあ天気のいい日にね、またちょっとどっかの、確か名古屋のね、若宮神社になるかな、そこもなんか風鈴のやつをやってるんでね、一回ちょっとガチで風鈴の音の録音をね、しに行きたいんですよね。まあ、帰りはどっかなんかあったら寄ってきます。やっと渋滞がね、終わった。現在8時38分ですね。30分かかってまだ宇都宮を超えてないよ。やっぱね、まあ、地元の人しかわからんと思うけど、あの神谷工業団地がね、あそこまでがやっぱり車が混む。19号はね、いやだるかったな。まあ、こっからはね、山越えで、次はね、多治見の市街地がどう渋滞してるかね。車が多い多いって言っちゃうね、まあねえ、東京のカンパチカンナラの日じゃないけど、それでもやっぱりみんなこのバイパスに集まってくるからね、しょうがないよね。はい、そんなことですね。はい、多治見市街に入ってきました。雨はね、もうほぼほぼ小降りになってきましたけどね。ちょっとね、今遠くにね、エネオスが見えたんで、まあガソリンが半分切ってきたんでね、ガソリンを入れたいのと、まあ本当は入れなくてもいいんですけど、あのね、エネオスのね、エネキーなんか、もうカードを出さなくてさ、もうそのキーをタッチすれば決済できるっていうね、ちょっとエネキーが欲しくてね、行ってみます。はい、いや昨日本当は行ったんですよ。そしたらなんかおじいさん店員が出てさ、そこはでも一応エネオスのあのセルフなんですよ、セルフステーションで行ったんだけど、はっ
何それ知らないよみたいな感じで言われてさ、えお前エネオスちゃうんかみたいな感じでさ、ちょっともうハードブレイクしましたんで、今日はねちょっとあのここのそこにあるエネオスにねちょっと行ってみたいと思います。果たしてゲットできるのか。はい、エネオス、さあどうでしたろうか。143円、エネキー欲しいんですけど。あ、エネキーはね、うちの金岡町の方、金岡町で発見できるので、はい、この辺は少ないですよね。春日市民です。信号を左行ってもらって、はい、左に行って1個目、2個目、3個目、はい、3個目にインターの信号があるので、はいはいはい、それを右、右、はい、で、そうすると今度信号が1個、2個目、2個目を右行くとお店入れます。わかりました。はい。2個目の信号でも店が右に見えるんですけど、そうそう、手前の信号右曲がらないとちょっと入れないので。わかりました。ありがとうございます。すみません。お願いします。どこでも置いてるわけじゃないですね。エネキーは。多分フルサービスの店はなかなか置いてあるとか少ないと思うんですけど、そうなんですか。セルのお店ですと結構置いてあるとかはあると思うので。すみません。ありがとうございます。できます。はい。電話だけ入れときます。わかりました。19号からそれていくのもだるいな。でも電話入れときますって言われちゃったからな、行かざるを得んな。いいか、行くか。時間がな、もう8時49分だろ。行かざるを得んな。さあ、もう一個のエネオス。エネキーって、はい。あ、伺ってますか。車そっちでいいですか。はい。よし、ゲット。ね、こんな小さいやつだけど、ちょっとこれつけとかなきゃな。よし。これで OK だね。じゃあ早速使ってみるべよ。よし、エネキーってあるな。ちょっと向けるか。ありがとうございます。はい、今素晴らしい、楽だなこれですよね。1日4回6万円、はい、超楽だわ。いらっしゃいませ。19リットル、意外と入ったな。いやー楽だわ、これは楽だな。まあでもエネオスしか使えないっていうのはな、まああれだけど、どう行こうか。やってる店とやってない店が意外と
分かれてる感じですね。何なんだろうあれは。フランチャイズと直営店の違いみたいな、そんな感じかな。詳しくは分からんけど、はい、そんなことでまたねちょっとのんびり走っていきたいと思います。9時7分、1時間経っちゃって、1時間経ってまあ立ち見か、大丈夫かなこれ大丈夫かな、おお大丈夫かな、お、これ19号じゃない、よし19号だ、ナイス。はい、物件ね、見終わりました。意外とね景色もね、あの、まあ、ベランダからの景色はそんなでもないんだけど、玄関側の景色がね、非常に良かった、まあ、この山ですからね、まあ、家賃も4万だしね、あの広さで4万だからまあいいね。そしてこの66号ね、もう抜くか、法定速度は守ってプラス10キロで走ってる、このもう抜くか。そんなことで、道の駅にね寄っていきます。そばを食って帰りますわ。まあ、本当はねあの候補の一軒家がもう一個あったんですけど、まあ確かにねその車も置けて使い勝手はいいんだけど、やっぱね日当たりがちょっとね悪い、ちょっとどころじゃないかなあれは。まあ午前中は日が当たらんと見ていいなとは。でまあね何だろうな、まあ、多分今住んでる家よりは静かだと思うんだけど、高速のね、やっぱ高架の
じゃ街道もね、なんじゃもんじゃってさ、なんじゃもんじゃってあったよね、なんだっけあれ、バイキンダーとか出てくるやつ、なんじゃもんじゃ知らない、いや、道の駅までやべえ、10分ぐらいで来れちゃう、よしやってるな、やっぱそうだな、まあ、休業だ。休業やん。月曜やっぱ休業じゃんこれ。もうでも休憩していこう。